はい、こんにちは、キクチャンネルのキクちゃんです。あの、僕の趣味の一つにジーンズがありまして、持ってるジーンズだけでもですね、5、6着あるかな、ブランドにもこだわってまして、ヘビーオンズのジャパンブルージーンズとかね、今のお気に入りはディーゼルのね、ちょっとダメージが入ったこのちょっと色の薄いタイプのジーンズなんですけど、ジーンズたくさん持ってたくさん履いてるとやっぱりちょっと秋が出てきましたね。ちょっとペイントしようかなということで、今日東急ハンズで買ったね、これわかるかな、布絵の具ってやつね、1個ね、だいたい300円ぐらい。なんて書いてあるかな。まあ、詳しくはね、リンクの方に貼っときますんでね。まあ、もし気に入ったらね、そこから、皆さん使ってもらえたらなと思います。ターナーカラーワーカーズ。なんて書いてあるかな。布にかける絵の具。ということでね、ターナー、これをね、白と黄色、赤、そしてネイビー、標準的なベタな色をね、この4色、どれか好きな色を使っていこうかなと思うんですけど、まずメインはね、白でいっとこうかなと。メインに対してアクセントで黄色っていうのを入れていこうかな。このジーンズにね、こういった形で色をのせていこうかなと思います。その様子をね、皆さんに見てもらえたらなと思います。まずやることなんですけど、絵の具、手にね、絵の具をつけて、そこからこう弾いて飛ばしていこうと思うんだけど、まあ、あれも初めてなんでね、水を用意しました。用意するのはこの1個200、大体300円ぐらいのね、絵の具、布絵の具と水、これだけでいけますんでね、そういった形でチャレンジしていこうかなというふうに思います。まずね、ちょっと準備していきますんでね、まず手を濡らすね、手をこう濡らしてね、布絵の具、白をね、直接手にね、こう塗って、こう日っとやってね、でこれぐらいの距離からね、ちょっとそういう時は飛ぶで、ペッペンキはね、パッ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 、なかなかイメージ通りないな。ペッペッペッ、この辺なんか綺麗けどな、ペッペッ、もう一回撮って、この辺もね、こっち側のこの角度からペッ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 、ね、はい、白はこんなとこでね、次はアクセントで黄色をね、混ぜていこうかなというふうに思います。ちょっとね、手をね、洗いますね、ちょっと取っといて、
はね、子供たちにやってもらおうかな。やりたい。そしたらね、これはとりあえずこれで完成ね。見えな。後ろもやった方が良くない？ちょっとだけ後ろもやった方がいいと思いますが、ちょっとやりすぎた感もありますね。ちょっとやりすぎた感が出てるな。昴生ちょっと悪い、これ持っといて。はい。帰って持っといて。これたかんで。前振りちゃうで。で。あ、これ綺麗くない？うん、おしゃれ。そこか。どんぐらい見せて。あとはね、これが乾けばね、あのジーンズとして終わり。見せて。で、以上。ちょっとやりすぎたな、お前。うん。まあいいか。とりあえずこれ1本。よし。子供たちにはね、ムーディージーンズ。ムーディージーンズ。1本3万ぐらいしますけどね。ええんかな。やっちゃうの？やっちゃいましょう。やった。もうね、形がねちょっと古くなってね、あんまり履かないんでね、子供に遊んでもらおうかなと。ムーディージーンズね。何度もどうやらんでいいよ。どうやらんでいいか。よし、そしたら昴生くん、何色がいい？レッド？レッドがいいな。ネイビー？ネイビーちょっとね。ネイビーにしとくか、うん、レッドにしとく。どっちがいい？ネイビー。ネイビー？ネイビー？オッケー。そしたら手濡らして。どこに行こうか。うん。頑張って。はい。ヤフーで調べたけど、何かな。うん。今日、なんて調べた？はい。そしたら、こうせな。手にインクつけたら、うん、こっち側に向けて、上向けてね、こうこう、パッ、パッて、あ、そういう感じ、そういう感じ。はい、な、どっちか一つの方向からね、いくよ。までね、ぐじゅ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 ってやってみる。そう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 。で、こっち側からパッて、うん、好きなとこから自分の好きにやってください。飛ばない。もうちょっと、あー飛んでる飛んでる、うん、いくで、はい、どうぞ。こっち側もこっち側も、はいはい、オッケー、うん、オッケー、オッケーな。はいはいはい、オッケーオッケー。もうやりすぎやりすぎ。うん。裏も後ろも撮るか。後ろは何ですか？うん。いやいや、あの、一色がメインや。うん。じゃあ、これでやってみる。うん。インク飛び散らへん。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。パパに飛ばしたらあかんじゃん、みたいな。手、手爪だ、手爪。待ってよ。はい、一回でいい。一回？うん。一。はい、次。オッケー。あれ？まだ？一回。うん。パッと弾くの。そう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 、上手。はい、ありがとう。じゃあ洗っといて。はい。ここでいい。うん。分からんけど。ブルーが完成。ちょっとブルーよくわかりません、ね、ブルーわからんな。白のアクセントが欲しくない。うん、いるな、うん、もしくは、うん、白かな、やっぱり。せやな、これやりすぎたな、うん、もうちょっと少なめでやろうっつって。白と青で混ぜる。白と青混ぜる、混ぜたら、わかりやすい。白と青、そうやな、こ
これ本ちゃんのジャパンブルージーンズ最後ね。これね1着ね1万5000円ぐらいするかまさに今履いてるやつね。2回目やからね、わりかしこうコツが分かったかも。ヒントはやりすぎないことやな。分かった、そうですね。赤いとこか、うん、赤をね、もう使ってないんで赤をちょっとやっていく。一発目こっちでやっての、うん、軽くやね、赤はピッて、うん、だからここで一発やってからの残ったやつがちょうど良さそう。ああ、そう、うん、こっちが全部ピッてやっていくの、うん、残りで、うわ、うわ飛びすぎた。ああ、いいか急に派手になっちゃった。これ派手にやりすぎましたね。これまあ青はね正直よう分からんこれ一番ね感じ的に、うん、これやりすぎだなこれも今やりすぎやな、うん、まあまあでも、うん、こんな感じでねチャンネルです。以上です。ありがとうございました。ご視聴どうも。